ビクトル・オードワン・ビクトル・オードワンは、フランスの博物学者、昆虫学者、鳥類学者である。パリで生まれた。両親は法律を学ぶことを望んだが、自然科学に魅せられて、医学を学び、1826年に学位を得た。1824年に、パリ自然史博物館の昆虫学の教授の、ピエール・アンドレ・ラトレイユの助手として雇われた。 1833年にラトレイユの没後、自然史博物館の昆虫学の教授の地位を継いだ。1838年には、フランス科学アカデミーの農業経済部門の会員に選ばれた。オードワンの業績としては1826年から1829年の間、アンリ・ミルム・ウエドワールとフランスのノルマンディやブルターニュの海岸で海洋生物の研究を行い、 1832年に、フランスの海岸の自然史を出版した。首著は、特定のガトが一の自然史は、オードワンの没後、ミルヌ・エドワールとアドルフ・ブロンにある、ジャンバティスト・デュマラによって完成された。オードワンは、フランス昆虫学会の創立者の一人である。ディクス・ヨネア・クラシーク・ディ・イスト・アール・ナ・チャールの著者の一人であり、ジュール・セザール・サビニーノ・デ・ラディスクリプションでいる。 エイジプトの蝶類の部分を監修した。蝶類の赤端カモメに懸命されている。フランスでは、昆虫の著生能は、キャブヤラトリス・ディ・アウドインと呼ばれている。ありがとうございます。